FM ルシンド DJ のルシンです。まあ、ちょっと連続でこのヤフー知恵袋の質問コーナーに勝手に答えるっていうことに関して思うことについて述べさせてもらいたいと思います。僕自身が敬虔な仏教徒であるっていうことは、過去の FM 流進堂のお話の中で何回かさせてもらってるわけなんですけれども、まあその中で当然ながらね、お釈迦様のについてのその感じ方というか、思いを巡らすようなこともあるんですよ。それでお釈迦様ってちょっとお釈迦様の話をしたいと思うんですけれども、いろいろな説があるんですけれども、30歳から34歳ぐらいの間に悟ったって言われているんですね。で、大体30歳アバウトですけど、大体30歳ぐらいだろうっていうふうに言われてるんです。で、お釈迦様っていうのは言い方を変えると悟りのプロじゃないですか。悟り界のプロじゃないですか。だから才能がある人だから30で悟れたんだろうなって思うわけですよ。しかももうちょっと言うと、お釈迦様はそのお坊さんになる前は、王様の息子としてね、王子様として暮らしてたわけで、要は出家する前までは20代後半まではお坊さんやってないわけですよね。そうすると出家してからすぐ悟ってるわけですよ。さすがは悟りのプロだわと思ってね、で思うわけですけれども、要はその悟りを開いてからの彼の人生、彼って言い方しちゃいけないですね、お釈迦様の人生っていうのは80歳で亡くなったって言われてるんですけれども、これはどの 仏教経典読んでも共通してるので、80歳で亡くなったことは間違いないだろうなと思うんですけれども、大体その30歳ぐらいで悟ってから大体50年間ぐらい、その当時 の周りに住んでる人たちですね、で弟子とか信者とか一般の方とか王様とかにお説教してもらったわけですよ。で、これね、お釈迦様がどうやって悟ったかっていうのを最近ちょっと思うところあって、この実はこのヤフー知恵袋に僕は質問コーナーに答え出したのがきっかけで、一つこうじゃないかなって思うようなことがあったんですよ。でその話ちょっとさせてもらいたいと思うんですけど、以前ね、僕ヤフー知恵袋の質問コーナーに答えるのはこういうことがあるんじゃないかって話させてもらったの覚えてますかね。つまり人間の悩みっていうのにはある程度共通点がある。例えば不登校って言っても、不登校問題で言うと不登校な人っていっぱい世の中いるじゃないですか。世の中いっぱい不登校の人がいるんだけれども、その不登校の人たちが持ってる悩みの本質みたいなところは結構共通してるんじゃないかなっていうところに着目するわけですよ。でもしくはこれは違う問題でもいいんですよ。パチンコ依存症だったり、もしくは DV をする家族の悩みだったりね、DV をする家族がいるその家族の方の悩みとか、これね結構共通してるんじゃないかなと思うわけですよ。そこでじゃあお釈迦様はどうやって悟りにの境地に達したか、これ実はたくさんの人の悩み事を聞いてるうちに、生きるってこういうことか、人生ってこういうことか、世の中の本質ってこういうことか、世の中で一番大事なことってこういうことかっていうのを、お釈迦様悟りのプロですから、とってもね、明晰な方で、頭のね、回転がものすごい速い、頭の良い方ですから、それをね、本質的な部分を見抜いちゃったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で、これ僕もその
他のね人の質問コーナーに答えていくにあたって、もしこういうところの中に、まあ、ある種のヒントみたいなものが見えて、そこで、あ、こういうふうに考えたら、あなたの苦しみは取り除かれるよとか、そういうことがあったら伝えていきたいですね。で、これは自分がね、生きた言葉として話したいので、例えばお釈迦様はこう言ってるとか、お釈迦様はこういうふうに考えてるんだからあなたも考えなさいっていう言い方は僕したくないんですよ。それだとね、ちょっとお説教臭いというか、宗教っぽく、相手がね、捉えてしまう場合もあるし、もうちょっと今悩んでる人の、目線に立って、その人の立場に立った生の回答というか、一緒に悩んで、一緒に、あ、こういうことじゃないのっていうのを考えていきたいんですよ。そこを寄り添っていくことが、すごく、今僕大事にしなきゃいけないことかなと思ってるんです。まあ、これが僕の今、最近考えてることと、まあ、スタンスと、あと、なんだろうな、まあ、ちょっと、そういう考えです。はい。じゃあ、今日はここら辺で失礼いたします。もしよかったら、チャンネル登録の方、お願いいたします。ありがとうございました。